浜松市東区関市町にあるブルテリア格闘技ジムに所属する3人の選手が3月21日に開催された世界選手権のアジア予選に優勝し、アラブ首長国連邦アブダビで開催される世界選手権の出場を決めました。ブルテリア格闘技ジムはブラジルで生まれた寝技を中心とした格闘技ブラジリアン柔術のジムです。このジムには盆栽柔術というブラジリアン柔術のチームがあり、日本でもトップクラスの実力を誇ります。そうですね、やっぱり、すごいレベルが高くて、正直うちの選手から5人ぐらいは代表勝ち取れるんじゃないかなと思ってたんですけども、まあ、それでもまあちょっと予想外に負けてしまった選手とかもいて、でもそれでもまあ3人ですね、無事優勝することができまして、はい、とりあえず一安心で、はい、今回3人が出場する大会は昨年からアラブ首長国連邦アブダビ首長国が出資して開催しているワールドプロフェッショナル柔術カップ、通称アブダビプロ柔術。高額の賞金が獲得できるとあって、世界中から有名選手が参戦する世界で最も注目されるブラジリアン柔術の大会です。ブルテリア格闘技ジムからはジムの代表インストラクターのマルコス・ソーザ選手とホベルト・ソーザ選手がプロ部門に、その生徒で現役警察官の関根秀樹さんがアマチュア部門に出場します。マルコス・ソーザ選手は25歳、確かな技術と強い精神力を兼ね備えた投げ技を得意とする選手。ダイナミックな動きで相手を攻めます。マルコス選手の弟ホベルト・ソーザ選手は20歳の若さにして過去にブラジリアン柔術世界選手権青帯と紫帯の部で優勝した経験のある実力者。スピード感のある動きにテクニカルな技を絡ませ相手に隙を見せない選手です。そして関根秀樹選手はブラジリアン柔術を始めて1年半の元柔道選手。柔道で鍛え上げた体力と精神力、そしてブラジリアン柔術で身につけたテクニックとスピードを武器に頭を使って相手の先を読む戦略家です。取材をしたこの日は9時過ぎから練習が始まり、大会までの限られた時間の中、3人の選手は黙々と練習に励んでいました。Bom, a minha categoria lá em Abu Dhabi é uma das mais difíceis, mas eu não tenho medo de lutar com ninguém. Eu vou para ganhar e para representar o Japão da melhor maneira possível. Em Abu Dhabi eu acho que vai ter bastantes atletas bons, mas eu ainda sou faixa marrom e eu quero chegar lá, surpreender bastante, fazer uma boa luta, poder representar o Japão bem e a minha equipe bonsai. まあ、当然ね、優勝はしなければいけないなと思ってます。関根さん、アマチュア部門の方なんですけども、出る関根さんは、優勝絶対取ってきてほしいと思ってます。で、先生たちですね、2人ですね、プロ部門出るんですけども、プロ部門はもう世界チャンピオンが何人も出てくるところなんで、その中でどこまでいけるかっていうところがあるんですけれども、その世界戦チャンピオンの1人でも倒してくれればなと思います。はい、3人がアジア代表として出場するワールドプロフェッショナル柔術カップは4月15日から17日アラブ首長国連邦アブダビで開催されます。浜松から世界へ羽ばたく3人のブラジリアン柔術家の活躍に期待したいですね。